104年ぶりの偉業はお預けとなったエンゼルスの大谷翔平28が22日、日本時間23日敵地アトランタで行われたブレーブス戦に1番投手権 DH で先発し6回まで1安打11奪三振無失点の力投を見せていたが7回に突如、暗転。 日本打を含む6失点で越され5敗目を喫したベーブ・ルース以来となる2桁勝利 &2 桁本塁打の達成は次回登板へ持ち越されることになった米メディアも大谷翔平の「7回の悪夢」に注目して検証記事を掲載したネビン監督は打線の援護点がなかった影響を悔やむまさかの展開だった 雨の影響のため55分遅れで、初めてブレーブスの新球場のマウンドに立った大谷翔平は、昨季の世界一チームで、スターティングラインナップのうち4人が、救援に選出されている強力打線を向こうに回し、6回まで無失点の力投を続けた。2回には、マルセル・オズナにファウルにされたが、自己最速となる101マイル。 162.8キロを記録11脱三振で野茂秀雄を抜いて日本人最長となる5試合連続の2桁脱三振もマークした球数もまだ71球だったが7回に突如乱れた先頭に支球を与えマット・オルソンに2ランさらに ここから4連打を浴びて1点を追加されると最後はオルランド・アルシアにスライダーを捉えられてレフトスタンドに特大の3ラン6失点の炎上でマウンドを降りることになりチームは1から8で敗れて後半戦の開幕戦を落とした MLB 公式サイトは大谷翔平の支配の時間が突如終わりを迎えたとの見出しを取りこの二刀流スターの 急変を伝えた記事はエンゼルスがオールスターブレイク前に調子を落とす中で大谷翔平はオールスターでは投球をしない決断を下したチームが喉から手が出るほど欲しい勢いを後半の開幕戦からもたらすための準備はできていただが今年のエンゼルスが繰り返したように 大谷翔平は6イニングを支配しながらも7回に計画のすべてが壊れてしまったと報じた記事は大谷翔平自身も2三振を含むノーヒットに終わるなどエンゼルス打線が援護できず9回にジョナサン・ビアーがソロアーチで1点を返すまでわずか5アンダの無得点に終わったことを説明しフィル・ネビン監督代行は 打線の援護がが、なかったことが二刀流スターを苛立たせたに違いないと認めたとしてね、ビン監督代行のコメントを掲載した大谷翔平にとって打線の無得点がつらかったのは確かだ彼がマウンドに上がるときはいつでも失点を許すことはできないと感じていると思うそしてしばらくの間 彼は相手に得点を許さなかった。攻撃が苦しんでいる時に投げるのは厳しい。一本の大きなヒット。一イニングでの得点で試合が動く。彼は一本のポテンヒット。一つの小さなミスが高く、好き。試合に大きな代償をもたらすことを理解している。その中で投球をするのは大変なこと。 彼がこの2ヶ月やってきたことをさらに素晴らしいものにした一方で、大谷翔平にとってすべてが悪いものではないとして、エンゼルスとして、ノーラン・ライアンが1977年に記録した7先発連続、1972年から1973年に記録した6先発連続に続く。 先発連続の2桁奪三振をマークしたことと今季8度目の2桁奪三振がメジャーでトップになっていることを付け加えた地元紙のオレンジカウンティレジスターも大谷翔平が悪夢のイニングで崩壊しエンゼルス打線は沈黙のままとの見出しをとり大谷翔平のマウンドでの素晴らしいパフォーマンスが突然 悪い方向へ向へかった大谷翔平は6イニングを無失点で11、三振を奪い、これ以上ない出来だったが、2ヶ月近くの間ずっとスランプに陥っているエンゼルス打線がまた何も生み出さず、0から0のプレッシャーの中を投げていたと打線の援護がなかったことへ同情を寄せ、MLB 公式サイトと同様の、 ネビン監督代行の大谷翔平表を掲載していた。敵地メディアがファーカスしたのは7回に0から0の均衡を破り大谷翔平攻略の先陣を切ったオルソンの2段だった3番打者のオルソンはアスレチックスから今季移籍してきたスラッガーで大谷翔平との対戦経験が豊富だった アトランタ・ジャーナル・コンスティティューション氏は二刀流スーパースターの大谷翔平は最後まで大接戦が続くかのように6回までブレーブスを抑え込んでいただがブレーブス打線が7回に爆発しオールスターブレイク後の最初の試合でエンゼルスを8から1で破ったと伝えた記事は6回までの大谷翔平の投球を 大谷翔平は支配的だったように見えた。いくつかの投球に空振りし、ストライクを見逃して困惑の様子だったブレーブス打線に対して珠玉の投球を見せた。彼は101、2マイル、約162、9キロをマークした、速球。平均90マイル、約145キロのスプリッターや76マイル。 約122キロの急速性があるカーブを投げてきたこれはエリート投手として最高のものでそして彼は投手でありながら素晴らしい打者でもあると絶賛ブレーブスのブライアン・スニッカー監督の私は正直多くの望みを抱いていなかったとのコメントを紹介したその上で大谷翔平は6回を通して ブブレーブス打線を1安打に抑えていたが7回にブレーブスはこの日本の天才選手から6点を刈り取ったオレソンの2ランに始まりアルシアの3ランで終わりを告げたその間にエディー・ロサリオがライト前へタイムリーを放った現時点で多くのことを証明する必要のないブレーブス打線が また一度、素晴らしい打線であることを証明してみせたと続けたそしてオルソンが大谷翔平攻略のポイントになったことを指摘した大谷翔平はブレーブスと一度も対戦したことはなかったがオルソンは昨年までオークランド・アスレチックスでプレーして大谷翔平と同じ地区にいた彼は この力強い右腕投手を十分に目にしてきた。オルソンは、この試合まで、大谷翔平と対戦してきた打者の打席数の多さで2位体だった。13、打数1安打で2打点。3四球。6三振だった同士は、スニッカー監督のこんなコメントで、オルソンが果たした役割を伝えた。 オルソンは大谷翔平を誰よりも目にしてきた。彼は我々の打者ミーティングで話して、選手たちに良いアドバイスをしていたオルソンがどんなアドバイスを同僚に伝えたのかが気になるところだが、同志によると、オルソンは7試合連続安打で、5本塁打、13打点と絶好調で、MLB キャリアの7年で、 7試合で13打点を記録するのは彼にとって初めてのことだという。大谷翔平の次回登板は28日、日本時間29日からの本拠地でのレンジャーズ戦が有力視されている。 大谷翔平痛烈安打で出塁直後に痛恨被弾のオールソンと塁上で爆笑トーク「嫌み言ってるかな W 笑顔見れて嬉しいの」の声エンゼルスの大谷翔平投手が1番 DH で先発出場したこの試合第2打席はライト前へ痛烈な当たりで2試合ぶりのヒットを放った塁上では昨日、 大谷翔平から先制にランを放ったブレーブスの一塁手、オレソンと、談笑、明るい笑顔も見られ。視聴者から、嫌みい入ってるかな W、笑顔見れて、嬉しいなどの反響が寄せられた。3回表、西ランナーなしで打席に向かった、大谷翔平。今季オールスターブレイクまでに11勝を挙げ好調な、ブレーブス先発、ライトに対し、 カウント0から2から95マイル、約153キロのストレートを力強く引っ張り、ライト前ヒットを記録した。その後、大谷翔平は、塁上で一塁手のオルソンと会話、前日22日、日本時間23日の試合で先発した際に、先制にランホームランを被弾している相手だが、 大谷翔平はそれを気にする様子もなく、ライバルとのコンタクトに笑顔を浮かべていた。2人がじゃれ合っている様子が映し出されると、視聴者からは、嫌み言ってるかな、W、笑顔見れて、嬉しいなどの声や、オルソンから昨日は、ありがとねと言われてるという推測の、アテレコ。さらには、みんな大谷翔平に触れたがる、うっきうきで会話されてるじゃん、W と。 今期これまで幾度となく見られている。敵チームの一塁手と大谷翔平との談笑シーンにほっこりしたファンも多いようだった。